問い03-4ですね。4分の1波長垂直設置空中線のですね、説明で余っているのはどれかっていうんですけどね、これのですね、これが今電流分布ですね。で、電圧分布はですね、これ逆になります。こうにね、こうになります。こうね、はい。したがってこれはゼロで、テープでゼロなんですね。というのは、ここで一番インピーダンスが小さいもんですからね。一応根元はですね、Z がですね、ゼロですもんです。だから、電流は、最大になりますね。無限大になるんですね。それで、電流分布はここが一番ですね。それから上に行くほど、抵抗が、インピーダンスが増えますね。だんだん電流値が減るとですね。はい。逆に、こちら側がですね、こちらが電圧分布ですね。こうなります。はい。まあ、これ一番最初にですね、書いてありますね。それから指向性ですね。指向性の場合は、水平面内ではこうですね。こうなります。だから、これが水平面の、特性、指向性ですね。指向性なんです。いわゆる無指向性ですね、これ。で、垂直はね、こうなるんです。こうありましたらね、こういうふうなんですね。こうです。こういうふうに、これが垂直面ですね。垂直面の指向性です。それから、固有数は数の奇数倍ですね。はい、これ、同期します。それから、この設置抵抗ですね。この設置抵抗が小さいほど、こいつ、そうですね、普通、だいたい10オーム以下の音しますね。ここの設置抵抗ですね。グランドプレーンですね。垂直アンテナの設置抵抗の大体10オーム以下に、数オームぐらいにですね、落とします。私、ちなみに私の方はですね、1オーム以下ぐらいに落としてたんですね。はい、非常に、まあ、金のかかる、アンテナであります。1番が該当します。